もご視聴ありがとうございます。今日はですね、アングリークリスマスセーターといって、クリスマス時期にはこういうねジョークの効いたセーターとか服、こういうののね背広もあるんですね。お店でですね、こういう服とかこういうグッズを売ってて、こういう格好した人がその辺も歩いてたりとかするんですね。私は最初アメリカに引っ越した時にそれを見て、うわーめちゃくちゃ趣味悪い人がいるなと思ってジョークだと思ってなかったんですけど、あーこれ冗談なんだってだいぶ後になって分かったんですね。向こうではね着たことなかったんですけど、メリーエブリシングって書いてるんですね。でこの猫の絵があったりとかですね、もうこのねチクチク感が半端ないですね。こんなのがついてるので結構チクチクしてね、ちょっと長くは着てらんないですね。これイヤリングですね。さすがにですね顔はこんなにやってないですけど、皆さんこういうセーターとかね洋服は着た人が結構ちらほら街にいらっしゃいました。前からこういうのすごいやってみたかったんですけど、なかなかこんなチャンスもなくて、日本に来てどこかで働いたら忘年会とか施設の余興なんかでこれやろうと思ってたんですけど、まだ働きに出てないですし、こういうご時世っていうのもあるので、そういうことをねやるチャンスがなかなかないので、その辺でこれやってもこれだけの視聴者っていうのをなかなか動員できないと思うので、 YouTube やっててよかったなと思う一つです。ウエストがゴムになったパンツなんですけど、これもなんかワゴンに入って990円だったんですね。1490円ってことなんですけど、これは990円でした。トレーナーがですね結局2つ買ったんですけど、首がねこの普通の感じのがこっちの色はなくて、で結局この首が詰まったやつになっちゃったんですよ。こっちの方がねあったかそうでいいなとは思うんですが、うちの息子がねあんまりスタンドカラーとか首が短いんで似合わないんですよね。こんな感じのとこんな感じですね。トレーナーね1000円以上出したくないなってなんとなく思っちゃうんで、990円をね見つけた時はうわやったと思って買ってきました。前回の動画でですね、なぜにユーロと思った方がいらっしゃると思うんですけど、これですね、ほんとちっちゃいんですよ。クレジットカードの 1.5 倍ぐらいですかね。ものすごいちっちゃいんですよね。私も初めて現物を見たんですけど、これも息子のクリスマスプレゼントにしようと思って、もうあんまりね、欲しいものがもともとないので、苦肉の策、困った時のこれは手なんですけど、うちの息子が古銭とか、世界のコインとか、いろいろ集めてるんですけど、普通の世界の紙幣、まあ外貨ですよね。そういうのも集めてて、たくさん集めてるんですよね。オーストラリアですね。エリザベス女王出てますけど、オーストラリアですね。カナダ。めちゃくちゃ綺麗なんですよね、カナダのお札。日本もこんなにならないかなっていつも思うんですけど、ユーロはまだ持ってないんですよね。銀行だと結構まとまった額じゃないと変えてもらえなかったりですとか、換金所に行ってもですね、少額紙幣、特にマイナーなやつとかは今日は在庫がありませんとか言われてなかったりすることが多いんですけどね。イオンモール京都の中にある金券ショップはだいたい世界中の通貨揃ってて、しかも少額紙幣が結構豊富にあるんですよ。行く予定もないんであんまり高額なお金は換金したくないんですよね。これはですね、ヴィンテージのクリスマスカードなんですけど、
古いやつなんですね。まあ、これちょうどかなと思ってここに挟んで、ひょっとしたらうちのやり方だったのか、皆さんそうかわかんないんですけど、プレゼント1個じゃなくてですね、うちはあんまり夫婦とかでは買わなかったんですけど、息子とかのプレゼントを買ってツリーの下に置くときにですね、1個じゃダメでしょってことで、なんか何個も買わないとダメだったんですよ。それはちょっと夫にそう言われて買ってたんですけど、もう結構一人の人がいくつももらうのが普通みたい で、うちは親戚とかあんまり兄弟とかと付き合いがなかったので、自分たちが買うしかなかったので、まあいくつか買って用意するようにしてたんですね。で、毎年ですね、ラッピングペーパーに包んで自分家に置いて、25日にそれを開けて包んでも捨てるだけなんで、なんかもったいないなと思ってたんですね、ラッピングペーパーとか買うのも。布でねギフトバッグを作ったら、毎年使えて捨てなくていいしってことです。で、結構可愛いですしってことで、これ自分でこういうのを作ったんですけど、これはちゃんとですね、裏とかもこういう柄になっててですね、ジンジャークッキーのリボンを中央につけて、先にはこういうねボンボンみたいなのを安い時に買ってつけてます。このね、赤い紐とかを探すのがね、なかなか難しかったんですけど、ただのこういう袋、ただの袋にしとくとですね、小さいものだったらこれぐらい折って入れたりとか、大きいものだったらもうこれぐらいにして入れたりとか、結構融通が効くんですね。こういうリボンを後付けで作ってこうつける感じで、エコバッグというか、ギフトサックといいますか、使い捨てじゃなくて毎年リユーザブルで使い回せてゴミも出ないっていうやり方で、何年か前からプレゼントはやってました。それとですね、私の好きなお店で見つけた苔玉なんですけど、赤い実がついたの、あれ難点ではないんですけど、赤い実がついたのがすっごい可愛かったんですよ。ハボタンはお正月らしいなと思ったんですけど、赤い実とハボタンは割と枯れやすいかなと思って、私は植物を育てる才覚がないのですぐ枯れちゃうんですね。それでできるだけ枯れない、手入れが楽なのがいいなと思って、他にですね、黒松と梅があったんですね。で、結局一つだけあったこの梅を買ってきました。すごいですよね、これ。盆栽っぽいですよね。なんかこの木の方が枯らさないかなと思って買ってきたんですよね。それでお店の人もこれについてはね、梅っていうこともわからなかったみたいで、他のものについてはよく知ってたんですけど、これわかんないってことで、私もね、梅ですよねって、多分梅だよねっていうことで、ここに未開口って書いてまして、調べてみたんですけど、未開口っていう梅らしいんですね。で、あんまり咲くものは少ないって書いてあったのでちょっと失敗したかなと思ったんですけど、お店の方が言うのにはですね、これお店に入ってきた時は全然花咲いてなかったってことで、今ね、小さな花が真ん中辺に咲いてきて、このつぼみも結構ついてるんですよね。根っこのところをこうギュッとやってるので、そんなに大きくはならないってことなんですけど、まあ梅って普通こう垂れたりとかしますよね。
でこれ置いといたらどこまで行くのかなっていうのもあるんですけど、もし小さな庭でもある対の住処に引っ越すことができたら、これを植え替えてこう大きく育つといいなっていうふうに思ってるんですけど、この苔玉はなんかこう持った感じで軽くなったらお水をあげればいいから、割と初心者でも簡単というか分かりやすいらしいんですね。お皿なんですけど、お店ではねいいのに入ってたんですよ、こう趣のある感じの。だけどあれがですね、だいたい600円から1000円ぐらいしたんですね、大きさによって。これはねキャンドゥで買ってきました。今日はもうだいぶちょっと軽くなってきたので、お水をねあげてみたいと思います。いやーなんかね、臨場のうちの西洋みたいになってきましたねなんかお水あちこちお水あげて、うん。